かっちゃん後ろ足、後ろ足出して、これだったらご褒美だから、よいしょ、足失礼、ケージ戻るよ。今日ポーチで行けるかしら。足があんた一番痛いから。こうして入っていただいて、前顔を。
コントロールをして、コントロールしてない。あなたやっぱ力が強いな。強いし噛む力も強いが噛まれたくないんだよな。普段噛まない時だはすごい優秀なんだけど、一回噛むとめちゃくちゃ痛いからさ。こっちの手は OK でしょ。あ、こっちの手ですね。こっちの手を貸してください。貸してください。OK。ヘッドコントロール OK。 はい、OK、終わり。はいよ、手乗っかって。ごめんね。あ、痛くないね。あ、痛くないね。あ、痛くないね。抱っこ余裕だね。うん、OK。はい、よしよし。よしよし。あ、ちょっと待って。ご褒美あげるから。ご褒美の。マシュマロ、ご苦労様でした。うん、痛くないね。オッケー、マシュマロ出たから戻るよ。ちゃんでございます。あ、うんちが、これはよいしょ。キョロちゃん足からいきますよ。
で久しぶりに噛まれた。前足はやらせてくれ。ヘッドコントロール。人差し指は切れてないんじゃ。よいしょ。はい、終わり。ちょっと血出た。よし、戻るよ。あ、マシュマロ。よいしょ。ポーチに入ってて、はい、ハルくんポーチ回収 OK。 はい、ハルくん少々待ち。あ、うらら、あ、うららそんなか。ポーチの中に人参持ち込んできた。よいしょ、一番うららが大変だからうららから行くかな。前足がちょうど出てるからこの前足からやっていきましょう。コントロールはいけてると思うから緊張して手をパーにしてほしい。手をパーにしてほしいんだ。あー、フシュフシュ臭がする。威嚇臭がすげー臭い。やだよね君はね、本当に。
あ、噛まれた、痛い。あ、布越しだけど痛い。噛まないで、噛まないで、痛いよそれ。人差し指だからめっちゃきてんだけど、人差し指皮膚弱いね。うん、オッケー。うんうんうん、またまた、あ、痛い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 、噛む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 、噛んでる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 、それは私の、あの手や。痛い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 、うん、あ、血出てない、血出てなきゃいいや。うん、えい、あ、今日は順調だね。あー、臭い匂いがすごい。あー、でもジコジコ言わないね、偉いね。観念したか。よいしょ。ただただ服がうんこまみれや。これあれだな、この後洗濯物だな。はるくんごめん、ポーチの中に放置して、もうちょっと待ってて。よし、オッケー。はい、次、後ろ足。後ろ足が一番やりやすいわ。やっぱ、事故事故はパッちゃんが一番あれだな。少ないな。ちょこっとは事故っとするけど。パッちゃん、それ以外は事故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 っていうのはほとんど。今のはジコジコ言わんけど臭いな。独特のそのジコジコの時のツーンとする匂いが修正の匂いですね、これね。よし、オッケー。はい、うららごめん。ああ、うらら、ちょっとちょ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 、よいしょ。最後はハルくんですね。失礼するよ。はい、失礼。あれ、一番おとなしいのはるくんパターンかな、これ。はい、前足ありがとう。もう片方の足ちょうだい、はる。ある、もう片方の足ちょうだい。前足、あ、そうそうそう。よいしょ。よし、サンキュー。あ、そのまま一回転してくれるか、中で。あ、そう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 。で、後ろ足さ、両方とも出してくれる。うん、後ろ足を出すのと一緒にチンチン出さなくていいの。
チンチンで飛んだでしょ。後ろ足もそう。あ、いや、そう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 。サンキュー、サンキュー。後ろ足。よいしょ。あ、やべ、ちょっと切りすぎた。よいしょ。はい、止血。止血、オッケー。後ろ足もう片さないで、それ終わってない、そっち終わってない、 OK、 先端だけいるよ。はい、お疲れ様。はい、お疲れ様でした。はい、どうぞ。で、ポーチから出といて。はい。いいよ。うん。ちょっと切りすぎたか。掴む場所なんだ。そのままゆったり食べな。5匹合わせて賞味25分ぐらいか、1匹5分ぐらいで終わったか。あ、うららに、そうだ、やってないわ。はるくん、はるくん食べてていいんだよ。興奮してますわね。はる、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 ちょこちょこないの、うん、落ち着いて食べれないのね。またケージに戻すわ。うららと一緒にポチで食べな。ほら、そこダメ、あー、そこダメ、ハロくんいる、ハロくんと喧嘩になるから、そこ戻って、はい、えらい、ハロくん、君にはモンスターなんだからダメよ。よいしょ。よし。みんなの爪切りが終わりました。あ、ちなみに爪切りの時にはかっちゃん、うららちゃん、はるくん、ギョロメとハロっていう感じで使い分けてポーチを使ってます。正直1個のポーチに全員入れてでもいいのかなとは思うんだけど、一応変えてます。新しくポーチがね、いちごミルクが出るらしいでしょ。モモケン限定で先行公開されてて、あ、しかもこの投稿自体もね、モモケンにしかあげないからあれなんですけど、
保護犬のほんと限られた人にしかあげないね。あのいちごミルクめっちゃいいね。いちごミルク来た時にどうするかよ。いちごミルク、うららちゃんかな、パッチにも似合いそうなんだよな。でパッチャンのこのピンクも好きなの。このピンク、このピンクすっごい可愛くてさ、これこのね表面ピンクで、ここもピンクなんだけど、この中が白っていう、この色合いのね違いが好きで、でうららちゃんはこの赤にここ白っていうのがすごい可愛い。でその対になるように青で、中も青で、でここのところのメッシュは白っていう、このなんだろう、二人専用っていう感じの部分がね、だからハル、あとハルくん、うららちゃんっていう感じでペアの感じの色じゃん、いいなと思って。でギョロちゃんはどうしても緑。あ、でもいちごミルクあれかもね。うちの子もう一匹白い子が一人いるじゃない。そう、ハルくんです。ハロくんを専用ポーチ買ってあげる。なんかギョロメちゃん向けに色でつけてあげてるから、あのいちごミルクハロくんに入れてあげる。ハロくんでも似合いそうだよね、いちごミルク。いやどうしよう、いちごミルクいいな。まあ、ただ最近モモケンポーチで中に入れてあげてることっていうのは少なくって、本当に今の爪切りとかお散歩とかもみもみするときに使ってるから、ことは足りてるんだよねこれでね。そう、だって人によってだって分けなくていいでしょうって思ったりする人いそうだもん。でも私はうちの子のメンバーカラーというのがあるんで、そのメンバーカラーにしてますけど、パッちゃん似合うんだこのピンク。でうららちゃんもこの赤似合うの。ハロ、ハロじゃない、ハルくんもこれが似合うし、ギョロとハロもねこの色が似合うのよ。もうでもあのいちごミルクいいなと思っちゃったな。あとね、紫色が来たら紫色を買おうと思ってます。熱望してます。紫色が来たら、あ、紫色が来たら、でもどの子っていうのが全然今ないな。うちの子たちで紫っていうイメージの子がほとんどいないな。強いて言うならパッちゃんがハロウィンのイメージの子なので、パッちゃん、でも紫は紫でなんかな。でもそキョロとハロのところから生まれた子が紫色の雰囲気になったりするのかな、わかんないですけど、そんな感じ。とりあえず朝起きて爪切り終了でございます。30分もかかないで終わったね。よかった。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。